ております。おはようございます。ありがとうございます。もうあれだね、夜明け早いね。早いね。もうすっかり明るくなってるんですか。で、まだ朝の5時でございます。はい、5時です。はい、ゆうちくん、今日は今日はですね、山市の方に行きます。桃狩りに行きます。桃狩り。急遽桃狩り。そっか。もう出かけてた、こう、りょういちくんと朝はサービス以外でこれコーヒーを飲むというのが完全定番化しておりまして、はい、毎回この自販機でコーヒーを買ってしまう。美味しいんだよね。これもうなんかあの世界発生、もういろんな場所にあるんだけど、なんかあなたのためにドリップ中っていうのはこれがいいんだよ。かわいい。毎回ここで買ってしまう。はい、蓋がつきました。はい、というわけで子供たちが大きくなりまして、なかなかドライブの数も減りまして、久しぶりだね、普通の声でドライブってね。今日桃狩り行ってまいります。またちょろちょろと現地アップできたらやっていきたいと思います。うまい。コーヒー美味しい？キリマンジャロ美味しいです。キリマンジャロうまいよね。キリマンジャロ好き。うん、コーヒーね、あの酸味か苦味かどっちかがこうすごい強いのが好きだから、モカとかキリマンジャロとかのブラジル豆も好きです。というわけで本日もよろしくお願いします。すごいいい匂いしてね、まさにこれです、山梨の桃。これを桃狩りに行くわけです。すんごいガステルガステル。これ今日なんか暑くなるのかな。今日の天気は分かりません。はい、来ました。ほったらかし温泉。このね、勝沼の方のインターを降りて、そこからちょっと笛吹川市の方に行くと必ず来たくなるほったらかし温泉です。なんでしょうね、何回でも来ちゃう。ここでまずお風呂入って、それから一日の行動っていうパターンが完全にパターン化していますが、行ってみましょう。なんかあったっけ。あったこれよく言うと何匹いる。7匹いる。これすごい、全部掘ってんだね。すごいのこれ。ここだけ見えるのか、見えないの。背中にもいっぱいいた。すごいねこれね。ひっそりと袋を追いました。そしてコーラの瓶に光ってるサトシ君。多分違う。はい、競技会は真っ白です。はい、あっちの行ってみましょう。こっちの湯って入ったことないんだよ。うん、2つあるよ。はい、出てきました。はい、どうしました。サトシ君が興味深い山梨ぶどうソフト、速攻できたね。はい、山梨県のほったらかし温泉に来ました。はい、というわけで湯上がりさとし君、はい、温泉いかがでしたか。あったかい。そしてセミナクなんかさとし君が風呂上がりにソフトクリーム、はい、これ何のソフトクリーム。山梨ぶどう。桃はさすがにやめといた。うん、桃はこれから食べに行きますんでね。はい、どうぞ。セミがミンミン鳴いてる。冷たい。うまい。なんか見た目的なブドウっていうか、なんか結構なんていうの、ちょっと中途半端な色な気がしないでもないけど。いや、これ本当にブドウ。めっちゃブドウですか。すごい、ブドウだ。うまい。温泉上がりのソフトクリームって美味しいよね。あとセミの声と。今日ちょっと若干蒸し暑いね。うん。景色は富士山さすがに見えず、遠くに見える勝沼の街も。街が綺麗。街が見えない。
そんな感じで朝ごはんまだですが、はい、ソフトクリーム佐藤氏見てると面白いな。ちょっとさっきは咳してるみたいだから、あんま喉冷やさないようにね。はい、はい、じゃあ楽しんでください、はい、ありがとうございました。ほったらかし温泉からでした。コーンうまい、コーンうまいと幸せだ。なんか今日は暑くなる気がします。はい、というわけでいい感じに晴れてきました。やっぱり今日暑いというわけですね。今こう集合場所におりまして、これからそれぞれの時間になったら、なんかハイエースかな、バンに乗って桃狩りの現地に向かいます。はい、ワイワイを運んでくれるはずのバンが今バッテリー野外になって、今ちょっと復旧中でございます。少々お待ちください。取ってください。じゃあこれで一回、それにお持ち帰りを飲む、お持ち帰り2つかな、ね、じゃあ行きましょうか。よいしょ。なんか今年はこうやってなんか車で移動してること多いよね、現地で。はい、首にタオル巻いておっさん臭いね。イエーイ、私農家パーマ。あ、確かにパーマ良一。どうか着きました。桃、これ面白いな。どうじゃない、桃が木になってるの考えてほとんど見たことない。初めてかもしれない。というわけでまずは桃狩り箱に行ってみましょう。ちなみにこれね、一人ね参加料金が800円だから安いよな。はい、大きさが全然違うの。全然違う、本当。これよりこっちの大きいな。ほらでっか、ほら確かに完了。入らない入らない、すごい。お邪魔します。お、中から見るとすごい、桃がすごいいっぱいある。はあ。チン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 。サツシ君が選んだのは、いいのあった、桃取りました。綺麗だねこれ、すごい綺麗。サツシさんが3つ詰めるとか言ったけど、入りそう、入らない入らない入らない。ぬるさんどんな感じ？あ、これ綺麗。これどれにしよっかな、どれにしよっかな。先に行って食べれますから。はい、こんな感じ。桃狩りをして帰ります。食べる時間が遅くなりますよ。だそうです。なんか微妙に忙しかったね。忙しかったね。わーっと、わーっと桃狩りいたしました。撃った。あった。撃った、撃った、撃った。後頭部に当たった。あー、桃狩りの終了いたしました。ここから戻ります。戻ったらか、桃たぶん、おお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 、高速で駆けてます。おお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 、ゴル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 。はい、へい、着。はい、カメラマンは来るのが忙しい。いわゆるこれなんか跳ねることになった桃たち、でも大きいね。すごいね、熟成されてるから見て、うん、顔がスルッと見てる。喉乾いていたと言って、さとしくいかがですか。美味しい、美味しい、結構贅沢だね。テレビでもいけるよ。いかがですか。甘い、甘い、甘いね。今まで何回かさ、お土産屋、お土産物屋さんのところでさ、注文してたの。今試食食べ放題みたいなとき、あれって割と硬かったじゃん。ちょうどいい、うん、ちょうどいい、ちょうど直してて一番いい感じよ。すごい、きれい。いただきます。うま
桃いくつ食べていいの？すごい家ではめちゃめちゃ美味しい。桃いくつ食べていいの？体にいいほどで。いや、全部食べられたよ、この人。うん、剥いております。食べ放題ってことだけど、これ一個大きいのとすごい柔らかいから、これ、うん、手で剥けるのかね、相当ボリュームあります。うまい、冷めた、冷めたくて甘っ。甘いよね、食べてる時おとなしいよ。確かにどうですか？美味しいです。美味しいです。時間がどのくらいか分かんないけど、多分これね、そんなに食べれない気がする。これすごいボリューム。はい、桃狩りの後の食べ放題。食べ放題です。これさっき1個食べたんだけど、うん、かなりボリュームが。いただきます。はい、結構な量ですね。どうですか？よく茹でてめっちゃ甘い。2個でお腹いっぱいになるかもしれない。私ね、まだね3つ目で次4つ目行こうかなって感じだね。当たり前ですよ。ゆきな米？これですね。タクシーは？うん、うまい。うん、じゃあ楽しましょう。それでは、はい、また。あ、とてもお腹いっぱいになりました。結構苦しくなりました。こんなに食べたのね、多分生涯初めて。いやー、これ2個半、3個ぐらい食べて限界きた。そうだ、女性は最後どれにしようかな。そうそう、綺麗だね。うん、すっごい綺麗だ。桃は白いが。両一苦しそうじゃないけど、大丈夫か。両一何個目よ。これ3個目。結構、3個で来るね。ちょっと小さいの、これにしよう。ありがとうございました。なんかこうさ、両一食べ過ぎなんかこ体こうくねりたくなる。これなんだろう、このあん糖分過多だ。うーおー、糖分と水とチョコチタイルいっぱい食べる。たっぽんたっぽんなる。桃ってすごいね。で、ちょっと最後一口。これぐらい出るのが一番甘いって、サチ君の。おー、ありがとうございます。ね、はい、はい、私いかがでしたか。ちょっとしたら腹いっぱい食べて、なおかつ買ってくって食べましたか。お腹すいた、なんちゃって。いや、どっちもしばらくもう食えんぐらい食べた。1000円だって。おお、すごい、ありがとうございました、満足しました。